こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では夏から秋へと季節の移り変わりで持っておくと便利なアイテムベスト5というテーマでお届けをしてみたいなと思っています。撮影している今日なんですが、35度を超える日でまだまだ暑いんですけども、そろそろ夏後半ということで、夏から秋へとかけてどんな形で着こなしを変えていけばいいのか、このあたりについて具体的なアイテムをご紹介しながら皆さんに解説をしていきたいなと思っています。まあ夏アイテムといえばですね、皆さん思い浮かぶのはT シャツですとか、ポロシャツですとか、半袖シャツ、このあたりかなと思うんですが、このあたりのアイテムを少し変換させるだけで、一気に秋らしさだとか、季節感というものを表現することができるので、ぜひですね、今回ご紹介するアイテムを足しながら、少しずつ秋の雰囲気を取り入れていただけたらなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けて、メンズファッションの今日をですね、なるべくわかりやすく解説してますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう。はい、ということでここからはですね、具体的に夏から秋にかけて持っておくと便利なアイテムを皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まずはベースから皆さんにですね、ご紹介したいなと思います。この着こなしはまさに夏の着こなしですね。 T シャツを着て下はですね、ブラックのイージーパンツを履いてるわけなんですが、まあこういった着こなし、まあ夏の前半であればいいかなと思うんですが、ここから秋にかけてどのようにですね、アイテムを足していけばいいのかということで、まあ主にですね、上半身のアイテムですね、ここを変えながら皆さんにですね、ご紹介をしていきたいなと思ってるんですが、早速まず1点目から言ってみましょうか。まあこれは欠かせないと思うんですよね。まさに T シャツの上に重ねればすぐに秋コーデが完成するということで、これ一つ目はですね、カーディガンですね。これは持っておいて間違いがなし。まあメンズファッションにとってはですね、もう本当にオーソドックスな定番的なアイテムなんですね。まあ早速着てみましょうか。まあ T シャツの上に1枚着てしまえば着こなし完成ということで、これ以上楽なアイテムがないかなと思うんですね。まだですね、動画を見ている皆さんにとっては暑苦しく感じるかもしれないですが、まあもう少しですね、季節が進めば全然使い勝手がいいので、ぜひトライをしていただきたいなと思うんですが、僕が着ているのはこういったブラック系のカーディガンなんですが、今色はですね、ダークグレーですとかネイビーですとか、そんなものでもいいかなと思います。まあ中にはですね、色をですね、明るめにこういったロイヤルブルーとかライトブルーみたいなものも清涼感あっていいかなと思います。これは、まあ夏前に購入したグリーンレベルのものなんですけども、こういったちょっとリネンがミックスされたものでもシャリ感があってすごくいいかなと思います。まあ T シャツの上にさらりと着るだけで秋コーデが完成してしまうんですね。どうでしょうか。で、こんな形で僕が今着てるのはもうかれこれ2年ぐらい前かな。ユナイテッドアローズで購入をしたボタンがないタイプのカーディガンなんですが、まあボタンはあってもなくてもどちらでも構いません。まあベーシックなカーディガンであれば、まあ先日動画にも出しましたが、ユニクロの定番のですね、カーディガンでもいいかなと思います。まあこういったものですね、夏の終わりに着るのであれば、僕は腕をですね、このように託し上げて、少しだけ肌を見せてあげると、重たい感じがしないので、いいんじゃないのかなと思います。どうでしょうか？腕がね、ちゃんとこう伸びてる状態だと、ちょっとなんだろうな、秋の後半ぐらいの感じがしますが、まあちょっと託し上げることで、軽快にですね、夏の終わりぐらいから着れる感じかなと思いますね。はい、こんな感じでですね、僕はこれから9月の上旬から中旬ぐらいまでは過ごしたいなと思ってますね。内側にはですね、今プリント T シャツを着ているんですが、もちろん無地の T シャツでも構いません。色もですね、白系だとかライトブルーの T シャツだとか、まあいろんなものが合うので、 T シャツの上にカーディガン乗せたら着こなし完成というところで非常に簡単なので、ぜひ皆さんにも試していただきたいなと思います。で、カーディガンを選ぶ際のポイントなんですが、大切なのはサイズ感だと思っていまして、まあかつてのカーディガンって結構ピタッとタイトに着ることが多かったと思うんですね。まあ、僕も今から5、6年ぐらい前はすごくタイトなカーディガン着ることが多かったんですが、最近は少しこうゆったりめのシルエットがトレンドになっているので、カーディガンもですね、ちょっとゆったりめぐらいに合わせるのがいいと思います。ユニクロのカーディガンってジャストサイズのものが多いので、まあ、ユニクロで選ぶのであればワンサイズ、もしくはトレンド感出したいのであれば2サイズくらい大きくしてしまってもですね、緩めのサイズ感が楽しめるかなと思います。僕が着てるユナイテッドアローズだとか、まあ先ほどのグリーンレベルのものは、最初からトレンド感をうまくミックスしながら作ってるので、通常のサイズを選んでもらったところで、最初からゆったりめになってるんですね。ですので、その点はセレクトショップで買ってもらうと安心感があるかなと思うので、サイズ感、あまりムチムチしすぎるのはトレンドにも合ってないですし、大人の男性のちょっとですね、
お腹たるんできた体型には合いづらいので、ちょっとゆとりを持たせながら、空気をですね、まとうような感覚でさらりと着るのがいいかなと思うので、ぜひカーディガン皆さん、秋のアイテムの一つとしてゲットしていただければなと思っています。はい、続いてですね、まあ、このまま着替えながらやっていきましょうか。カーディガンを脱いで次行きたいなと思っているのがですね、まあ、シャツなんですけども、まあね、夏のシャツとしたら、先日もご紹介しました、半袖シャツ。これがもう鉄板で使い勝手がいいと思うんですね。半袖なので、軽快で、なおかつ涼しいので素晴らしいんですが、これがまあ秋になってくると、半袖よりは長袖の方がいいなと思ってまして、まあ、その点ですね、こういった、定番的な袖ありのシャツをですね、1枚持っておくと便利なのかなと思います。ちょっと羽織ってみましょうか。はい。僕が今日着てるのはですね、ちょっとストライプ系のシャツなんですが、まあ夏の終わりぐらいだったら、もう前は開けて羽織るだけの感じで着るのもいいと思うんですね。長袖の袖部分はこのようにまくってしまえば、まあ軽快な感じもするし、ちょうどバランスが取りやすいかなと思うんですね。どうでしょうか？これだけでぐっとですね、夏から秋への着こなしと移行できるんじゃないのかなと思っています。はい。もう羽織物感覚ですね。一番薄いアウターとして活躍するのが、このようなロングスリーブのシャツなんですね。僕はこういったストライプシャツが大好きで、結構たくさんのバリエーションを持っているんですね。まあ、先日ユニコのアイテムの紹介の際にも、ストライプのレギュラーカーのシャツをご紹介しましたが、あれでも全然いいと思います。すごくですね、ストライプシャツは使いやすいですし、1枚でもちゃんとインパクトがあるので、まあ、ぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなと思っています。ちなみに僕が今着ているのは、まあ、自分のところで作っているバンドカラーのストライプのシャツなんですね。これがですね、結構使いやすくて、春にもよく動画の中で着てたと思うんですが、まあ、夏はお休みをして、また秋からですね、ガンガン活用できるので、まあ、最近また着るようになりました。このような形で羽織物感覚で着てもいいし、あとはもうちょっと肌寒くなってきたら、まあ、ボタン止めてあげるのもいいですね。まあそんなに寒すぎなかったら、この第1ボタン、第2ボタンを開けて、その下から締めるような感じ。こんな感じでですね、締めてもらうのもいいんじゃないかなと思いますし、さらに寒くなってきたら、第1ボタンまで締めてもらってきちっと着るのもいいと思いますが、まあ、様々な着方ができるので、こういった長袖のシャツは、まさにですね、夏の終わりから秋にかけてめちゃくちゃ活躍するので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思っています。まあ、長らく在庫が切れていたんですが、まあ、ようやくですね、入荷したので、この僕のブランドのシャツも気になっている方はチェックをしていただければなと思っています。はい、続いて3点目いってみましょうか。3点目はですね、もうちょっと季節が進んだ時のことを考えて、シャツアウターみたいなものをですね、皆さんにご紹介ができればなと思っています。例えばですね、こんな感じですね。はい。ですね、まあ、シャツアウターというのは、シャツよりも厚手なんだけども、アウターよりは割とこう軽めの感じのアイテムなんですね。僕の動画の中では結構出てくることが多くて、先日ご紹介したこちらの画像にありますが、ユニコーンのユーティリティジャケット、このあたりがまさにそのあたりのアイテムなんですね。僕はこのシャツアウターっていうのは大好きで、本当にね、いろんなものを持っているんですね。はい。こんな形で、こちらはまあ、デニム地、まあ、シャンブレ地ですね、のアウターなんですけども、こういった形で、アウターっぽいものをですね、さらりと羽織ってもらうと、秋の着こなしが完成するかなと思います。便利ですよね、1枚あると。これは秋から冬、ちょっと手前まで全然使えるので、個人的にも愛用しているものなんですが、まあ、袖もですね、このようにちゃんとボタン閉めてあげてもいいですし、あとはですね、まあ先ほどと同じようにちょっと腕まくってもらってもいいんですね。シャツの延長線上なので、こういった形で腕をまくってあげれば、もうちょっと軽快な感じで、着ていただくことができるかなと思いますね。まあ、シャツアウターも本当にいろんなものが出ていまして、ユーティリティジャケットがめちゃくちゃ良かったので、僕も愛用していますが、まあこういったこう、ミリタリーだとか、ワークテイストのものが最近多くて、こちらはちょっとミリタリーっぽいファティーグジャケットみたいな形のアイテムなんですが、これも自分ところで今回オリジナルで作ったものなんですけども、こんな形で軽く羽織ってもらってもすごく便利なので、シャツ以上アウター未満っていうところが、秋のアイテムとしてはめちゃくちゃ便利で使いやすいので、こういったアイテム、結構ですね、ユニクロだけじゃなくてセレクトショップのオリジナルでも売ってるので、皆さんもチェックをしていただきたいなというふうに思っています。はい。
続いてはですね、ちょっと雰囲気変えてみましょうか。もちろんこのあたりの綺麗なアイテムも便利なんですが、少しカジュアル感のある方向に振ってみるのもいいかなと思ってまして、そこで持ってきたのがこれですね。ナイロンジャケットみたいなアイテムですね。スポーティーなノースフェイスだとか、アークテリクスだとか、まあこのあたりのアイテムというのも、まあ本当に秋のですね、季節の変わり目にすごくあると便利かなと思います。まあちょっと今は暑くてですね、着るのがなかなかしんどいのでこのままご紹介したいなと思うんですが、まあこういったもの割とですねストレッチ性も効いていて、風も防ぐことができるので夏から秋の変わり目なんかにはすごく便利かなと思いますね。僕はこの手のアイテムは結構たくさん持ってまして、今持ってるようなノースフェイスもあれば、アークテリクスは2着持ってますし、ちょっと凝ったところで言うとアンドワンダーというブランドがあったりするんですね。そのあたりはやっぱり季節の変わり目すごく便利で、 T シャツの上にさらりと着るだけで着こなしが完成するので、ぜひ皆さんもね、一着は持っておくと便利かなと思います。まあ定番はノースフェイスで一番、こうね、ロゴの安心感みたいなものもありますよね。で、ちょっとこうね、人との違いだとか、ツーな雰囲気を出したかったらアークテリクスがいいかなと思いますし、そのあたりはね、お好きなブランドで選んでいただければなと思ってます。ということで4点目はこちらのナイロンジャケットでした。はい。続いてですね、ラスト行きたいなと思うんですが、もうラストはですね、シンプルにジャケットですね。ジャケットというアイテムは大人の男性にはもうマストなアイテムなんですが、僕も大好きでジャケットはものすごい量持ってます。もう通算でどれぐらい買ったのかわからないぐらいですね、ジャケット愛好家なんですね。その中でも生地が薄くて、もうカーディガン感覚でさらりと羽織れるようなジャケットですね。こういったものが一着あるとすごく便利かなと思います。で、僕は今、着てるのはですね、普段からもう散々着倒しているスティーブ・アランのですね、ダブルのジャケットなんですね。これ僕にとってはもうユニフォームで、YouTube の中で一番着用してるアイテムなんですね。で、サイズ感も通常のシングルのジャケットに比べると、こういったダブルって少しゆったりめなんですね。なんかもうジャケットというよりは、本当にこう軽い羽織物感覚で使えるので、意外とですね、大人のジャケットも秋の羽織物、季節の変わり目の羽織物としては便利なのかなと思います。ますね。で、腕を軽くこうまくってあげながら着てもらうと小綺麗さも出つつ、なおかつですね、ちょっと涼しげな感じも出るので、全然ですね、かしこまった感じがしないんですよ。もう本当にシャツアウターとかと同じような感じですね。シャツアウターと襟が違うぐらいな感じです。こちらはもうジャケットの雰囲気の襟がついてるので、そこまでこうカジュアルに見えすぎないという良さがあるので、このようなジャケットの中でも軽めのものはアウター感覚で夏から秋への変わり目でめちゃくちゃ使えるので、ぜひね、皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。まあ、こういったものはユニクロというよりは、セレクトショップかな、グリーンレーベルだとか、ビューティー&ユースとか、エディフィスとか、アーバンリサーチだとか、そのあたりで、本当にね、1万円未満でも売っていますので、ぜひ皆さんも軽めのジャケット、大人っぽく見えて便利なので、チェックをしていただきたいなというふうに思っております。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では、夏から秋にかけての季節の移り変わりですね。ここに持っておくと便利なアイテムをベスト5ということでお届けさせていただきました。まあすでにですね、持ってるものが多いかなと思うんですね。特に僕の動画をですね、結構長いこと見ていただいている方は、ベーシックなアイテムでどれもですね、解説をしたことがありますので、まあすでに持ってるかなと思うので、そういったものを夏の着こなしにミックスさせながらですね、ぜひ秋の着こなしを早くも楽しんでいただきたいなと思っています。また、まだですね、持ってないという方は、まあ、少しずつでいいと思うんですね。今シーズン、もう今の時期からですね、結構秋物は店頭には充実しているので、カーディガンですとか、長袖シャツ、またはこう、シャツアウター的なものを、すでに置いてあるかなと思うので、まずは試着をしながらですね、自分に適したものを取り入れていただければなと思っています。これからもですね、こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンズファッションの今日をですね、なるべくわかりやすく解説したいなと思っているんですが、もう少し中級者向けのアイテム紹介ですとか、コーディネートの解説に関しては、僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしてますので、気になる方はですね、概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また、最近オンラインサロンを始めまして、そちらはなかなか動画を見る時間がない方のためにですね、文章と写真ベースで、だいたい一記事あたり1分ぐらいで読めるような記事をですね、1日5記事ぐらい出していますので、こちらも気になる方はですね、概要欄からチェックをしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。